もう本当になんかちっちゃいことでも全部ダメ、俺ダメみたいな感覚になる時ってない？まあ、例えば通勤の帰り道にピーンってなって携帯出したら一つのメールが入ってて、うわーってすっげー気持ち悪くなったりとか、まあ、上司からは叱られてはないんだけどちょっとしたフィードバックとか注意を受けたらすっごい落ち込んだりしちゃうっていうことないかな？あるよね、こういうの起きるとマジ落ち込んじゃうよな。なんか全て人生ダメみたいになっちゃって辛いよね。面白いのが僕はこのような落ち込み方を丸バツ感覚って呼んでるんだよね。で僕は子供の頃に日本の小学校、ね、と中学校に行って、でその後アメリカに行って、アメリカとかそういう海外の教育と日本の教育の違いをよく見ることができたのね。僕がアメリカに行って驚いたのは、先生とかが、ね、この答えの中で一番正しいのはどれですかって言って、なんでだと思うとか聞いてくるわけよ。お前これ答えろって言って、いやこれですって答えたら、いやバカやな、本当にこれそれダメだよっていう感じじゃなくて、なんでこう答えたの、君の考え方をちょっと教えてくれないっていう感じになるわけよ。まあ、もちろんたまにはね A か B 答えて×っていう時ももちろんあるけど、本当にちょっと考え方がちょっと違っているんだよね。だから僕たちはこの、まあ、大学に入らないといい仕事に就かないとダメだよっていうのが本当におじいちゃんの、ね、時代、ね、それが僕たちの親の時代とかにもすっごい強く入ってて、それが社会的に認められていて、日本の教育もどっちかっていうとそういうふうになっていると僕は個人的に思うんだよね。だからこの丸バツ感覚っていうのは、そういう過去の、まあ、僕たちも正直言って12年ぐらいは、まあ、そういうようなトレーニングをされているから、ちょっとでもちっちゃいことが自分の人生に起きるとすぐあダメだってなっちゃうんだよね。じゃあね、この丸バツ感覚を外していく一つのソリューションを今日はちょっとみんなに紹介できればって思っているんだ。まあ、他にもいろんなやり方はあると思うんだけど、普通の場合だったら3ヶ月ぐらいこれをやっていたらすぐ、まあ、本当に 80% はこの直せるような結構簡単な3ステップのソリューションなんだよね。 Alright, step 1 Notice the problem、ね、これは本当にあこのような問題、このような癖があるんだなって気づくことなんだよね。で、正直言ってこの自分がダメだってすぐ思っちゃうのは勘違いなんだよね。事実ではないんだよ、ね、あなたには素晴らしい部分がいっぱいあるわけよ。で、一つがうまくいかなくても、ね、自分が全てダメだっていうのは事実ではない。で、事実には自分がコントロールできる部分があって、自分がコントロールできないしょうがない部分もあるわけよ。で、しょうがない部分にストレスしても誰のためにもならないんだよね。で、この自分がダメだって思うこと、その行動を取ることによっても正直言って誰のためにもならないんだよ。自分のためにもならないし、自分の家族、友達とか大切な人のためにもならないんだよね。だからフィードバックを受けて自分を改善していくっていうことと、ね、上司からのフィードバックとかで何かの人生の出来事でそれを学んで自分を改善していくことと、何かが起きて上司から何か言われて自分全てダメだって思うのは別のことなんだよね。ね、なのでこの自分の人生全部ダメって思っちゃうのはただ単の癖だって、で自分はこう思いやすいんだっていう癖があるっていうことにステップ1で気づくことなんだよ。でね、このステップ1で一番大切なポイントは、この感情を、この行動を続けることによって得られるものは本当に自分は欲しいのかって、ね、この落ち込んじゃうとか人生が辛くなっちゃうとか、それを本当に望んでいることじゃないって気づくこと、それがこのステップ1で一番大切なことなんだよね。 Alright, step 2 Notice it when it appears、ね、このステップでは感情が出てくるときに気づくことなんだよね。
なので次回なんかこのようなことがあったら、なんかちっちゃいことで落ち込んじゃったってあったら、最初はガチ怖いかもしれないけど、その感情の津波っていうか、この怖いのが来てるっていうことを気づくだけ、ね、で本当に最初は辛いけど、1週間やってるとちょっと楽になってくる、3週間やってるとだいぶ楽になってくるんだよね。で1ヶ月半やってると結構良くなるのよ。でもう3ヶ月間続けてると、もうほぼ選べるようになって、あ今来た、いやこれ結構だって、その感情を選べるようになって、たまにあやべえまたハマっちゃったとかっていうのもあるんだけど、本当にこの感情が来てるなっていうのを気づくことで、それを続けることだけがステップ2なんだよね。でステップ3、 journal it、 all right、この最初の3週間だけでもいいんだけど、ジャーナリングしよう。でこのワークをやっていくときに準備するものがちょっと必要なんだ。それは週3回3分の時間を夜に用意すること。もう一つが、まあ、ペン&ペーパー、ジャーナルだよね。まあ、ノートでもいいよ、 iPad でもいいよ、まあ、必要だったらコンピューターでもいいんだけど、なんかメモを書けるのようなものが必要になります。であと邪魔されない静かな場所、静かな環境が必要になります。 Alright、 で何をするかというと、その日に、ね、自分がダメだって思っちゃった感情を、ね、どこで感じたのかっていうのを書きます。でその感情を感じた後に自分は何したのって書きます。で最後の質問で、もう一度同じような感じでその感情が現れてきたらどう対応するかって、ね、どう改善するかっていうことなんだよね。もうこのどこで感じたのか、まあ、いつでもいいよ、どこでいつどこで、ね、感じたのか、ね、感じた後に何をしたのか、でもしもう一度来たらどういうふうに次は対応するっていうことを書くの。まあ、例えば、ね、仕事でよく、ね、そういう感情に襲われる、ダメだって思っちゃう時、ね、それだったら例えばジャーナリングやる時に、あ今日、ね、上司からこういうふうにランチの後に言われましたって、でその時、ね、感じた後に何をした、いやすっげー落ち込んでこういうふうにしてたんだ、でもしもう一度来たらどういうふうに対応するっていうのを考えて、うん、じゃあちょっとそう落ち込んだら散歩に行くとか、ね、友達に電話をするとか、まあね、コーチがいたらコーチに連絡するとか、家族に連絡するとか、ね、ちょっと気分転換をしてみようとか、そういうことをやっていくんだよね。そうすると実際にこの感情が現れている時と、感情の中に入っちゃった時と、感情が去っていく時が理解できるようになってくるんだよ、本当に。で最後のねワークなんだけど、Alright、 これボーナスで他の人に説明することなんだよね。実は他の人に感情のコントロール、メンタルトレーニングっていうのをちょっと説明することによって、自分がもっと上手くなってくるんだよね、自然に。うん、多分こういうワークをやっていると同じような悩みを持っている人が絶対現れてくると思うんだよね。そしたら気軽に話してみて、でこのビデオをリンクで送るっていうのも全然 OK なんだけど、できれば自分でこの3つのステップを説明してみて、またはその日本の社会とか、日本ってやっぱりこの丸×っていうのをなりやすいよねって、でもあなたが全部×っていうわけじゃないよねって、ロジカル的に考えてみるとさって、一部の部分が自分の理想になってないかもしれないだけだよねって、そういうのを自分で説明してみると、自分でもなんか説明しちゃったから今度マジガチやらないといけないっていう風になっちゃうんだよね。Alright、 なのでね、本当にね、僕もね、たまになんか仕事のメールとか来るとゾッとしちゃって、超パニック状態になって、うわダメだってね、本当に本人もねそう思っている癖があって、こうやって自分でも外していって、本当にこういう癖があって、こうやって楽になってきているので、ぜひねこのやり方をみんなに紹介したかったんだ。なのでね、本当にこのトレーニングをやって楽になってきたら、ぜひですね、まあ、このビデオの下のコメントとか、また次のビデオでのコメントとかでも教えていただければ幸いです。
All right, you guys. I love you guys. And remember, you're not alone. ね、何があっても一人じゃないからね。みんな人生辛くて大変だから、一緒に仲良くさ、お互いを手伝いながら楽にできるようなさ、ことをやっていこうぜ。少しずつなんか社会を良くしたりとか、本当に、ね、自分が、まあ、仕事っていうところを通して誰かを幸せにしたりとかね、仕事変えたい人は別に仕事変えないといけないとかそういう意味じゃないけど、今の仕事が辛いとか、そしたらもっと楽な仕事にやってもいいから、あなたが本当に辛いことを続けてることによって、それが本当に誰のためになるのか、ね、もちろん中にはこの選択しかないっていう人も絶対いると思うんだよね。でも中には他の選択もあるんだけど、この仕事を変えちゃったら罰になっちゃうんじゃないかっていう思ってる癖があるかもしれないから、このビデオの丸罰でちょっとずつその癖を外していけることができるようになって、みんなで幸せな人生をね、生きていければと思います。すっげーエンディングが長くなっちゃいました。 Alright you guys, thank you so much. I love you guys and I'll see you in the next video. いつもありがとう。 Thank you guys.